カート・バーキンスは、メジャーリーグベースボールの左投げ左打の投手。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスのウエストヒルズ出身。2000年にボルチモア・オリオールズに、ドラフト33巡目で指名され、翌2001年の5月25日にサインしたが、下積み生活が続き、メジャーデビューは2006年5月4日のテキサス・レンジャーズ戦。6回裏、西。 走者一塁二塁というピンチでの登板となった。このピンチを見事に乗り切ると、その後の7回8回も無失点に抑える高騰を見せた。残りのシーズンは8試合連続無失点も記録したが、6月28日のフィラデルフィアフィリーズ戦でアウト2個を取っただけで2本のホームランを浴びて4点を失い、防御率が1.23から2.78にまで、 跳ね上がると、その後は3点台に突入。それでも一時は3.07まで戻してきたが、7月22日と7月25日の2回の当番で共に3点を失ったことで、防御率は4.75となってしまった。その後は、7月29日のシカゴホワイトソックス戦に当番したのが最後で、左肘痛の治療に専念するという理由でシーズンを終えた。 一年目ながら35試合に、当番五5.00近い防御率ながら5勝を挙げた、ことと、得点圏に走者を置いた時点での被打率が、115という抜群の数字だったが、翌2007年は19試合の当番で、防御率が8.13に終わり、10月29日に、タンパベーレーズへと移籍。2008年のシーズンは、新規一転しての飛躍が期待されたが、 6試合登板に終わるなど出番が徐々に減少しつつある。ありがとうございます。